NLB48 ユーミンと他のジャングルエリオ。始まりました、 NNB48 ジャングルレディオ。水曜日のパーソナリティは、言うよ、言っちゃうよ、言っちゃって、ゆみはみんなのことが大好き、兵庫県出身、中学3年生14歳のゆみんこと石田ゆみです。そして、はい、今日は念願のモーカー、コーヒーのモーカー、みんなの注文はモーカー、ありがとうございます。京都府出身、中学3年生14歳のモカこと林ももかです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はい、最近ですね、私の家の近くの桜がめっちゃ綺麗に咲いてるんやん、はい、だからまたね、あのお花見行きたいなと思うんやけど、ユーミンのさ、家の近くとか、うん、桜とか咲いてる？私の家の近くは何も咲いてない。いや、ほんまに何も咲いてない、うん、桜の木とかもないの？桜の木は多分あると思うんだけど、なんか川沿いとかにありそうなイメージあるな。確かに、まあ、ユーミンの家の近くは多分桜咲いてへんって言ってたからさ、うん、またさ、私の家の近くほんまに綺麗に桜咲いてるから、うん、行こっか、みんなで、うん、一緒に来て、じゃあまたね、うん、はい、今日もまたこんな感じでゆっくりと行きたいと思います。はい、さて、このジャングルレディオは月曜日から水曜日は私たち NMB48 が、そして木曜日と金曜日は騒音プロジェクトがパーソナリティを担当します。またこの番組はサイマルラジオ放送で全国どこでもインターネットで聞けちゃいますので、皆さん私たちの番組をどんどん友達に教えてあげてくださいね。 ESFM のホームページにサイマルラジオのバナーが貼ってるので、そこをクリック。そして近畿ブロックの中から ESFM を選んで放送聞くをクリックしてください。それだけでサイマルラジオ放送が聞けちゃいます。そして今月からこのジャングルレディオは当日深夜1時からリピート放送されることになりました。やったーよ、そう、すごい。夜7時からの放送を聞き逃したという方、そしてもう一回聞きたいという方は、はい、深夜1時からも聞けちゃいますので、ぜひチェックお願いします。はい、やったー。夜7時からは聞けないという方、深夜1時からでも聞けるので、毎週聞いてくださいね。はい、はい、それでは改めまして、今日のジャングルメイトをご紹介しましょう。はい、いきなりイキイキ、ハートはドキドキ、ドキドキ、一気にウキウキ、やっぱりミーキー。ありがとうございます。奈良県出身、高校2年生16歳のミーキーことの水木です。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はい、あのさっきもユーミンとちょっと桜の話したんやけど、はい、うん、なんかミーキのさ、家の近くとかも桜咲いてんの？ミーキの家の、うん、あのさっきも言ったように川の近くで結構咲いてて、うん、もう満開になったらお花見できるぐらいめっちゃ綺麗。でも奈良県とかってなんか綺麗な場所とかあんの？うん、桜が綺麗みたいな。あ、これは吉野の桜がもうめっちゃ綺麗で、うん、あ、なんか聞いたことあるかも。そう、昨日もテレビ番組かなんかで、うん、あの放送されてて、そうやね。なんかよくニュースとかでさ、どこどこの桜が今日は綺麗に咲いてますねとか、あるあるあるニュースで、それでちょっと聞いたことあるかもしれへん、うん、なんかもうちょっとで満開になるらしい。すごい、じゃあさ、またさ、ミーキの家とかさ、私の家とかに来てさ、この3人さ、お花見会とかしたいな。お団子とか、花より団子やん、それ。でも盛り上げてよ。じゃあまた恥ずかしい、あのお花見モカちゃんの家で行きましょう。モカちゃんの家、モカちゃんの家、オッケー、ミーキのところにも来てね。はい、オッケー。それでは本日の1曲目をお聴きください。 NNB48 でてっぺん取ったんで、特別企画、モカ新聞編集会議。さあ、突然始まりました、モカ新聞編集会議。このコーナーは私が Google プラスで連載しているモカ新聞とのコラボレーション企画としております。そして早速、モカ新聞編集会議の出席者をご紹介しましょう。まずは、はい、奈良県担当記者の宇野瑞希です。そして兵庫県担当記者の石田由美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはモカ新聞をご存じない方のために軽く紹介させてもらいます。モカ新聞というのは普通の新聞のようにいろんな記事があり、
今日のスクープや今日の占い、クイズなど、いろんなコーナーがある新聞で、毎日 Google Plus で発行しています。そして、ファンの方からは、モカ編集長とも呼ばれています。すごい、はい、モカ編集長。はい、そうですね。はい。それでは、モカ新聞のことを分かっていただけたところで、編集会議に行きましょう。はい、私のアイデアでですね、今日は3人で一つの新聞を発行しよう。という案をしたいと思います。はい。では、まず、一つ目なんかある人、はい。お、じゃあ、宇野記者。はい。私が提案するのは、五七五を考えましょうです。おぉ、五七五、はい、五七五。なんかあるん？ミキとか。なんか結構、モカとかも五七五やってるやんか。モカ新聞でやってる。そう、それでちょっと考えてみたんやけど、お言ってもいいかな？オッケー、どうぞ。じゃあ、ナナのことでいきます。はい。せーの。セント君、恋人候補はレンカちゃん。おー、いいね、そのアイディア、はい、これを機会にちょっとお話とか言ってもいいんですか？はい、はい、じゃあちょっとお話したいんですけ ど、はい、まず奈良県のマスコットキャラクターセントくんが2月12日に5歳になったんですけど、おもう5年も経つねん、セントくんが誕生して。知ってる？セントくん知ってるけど、そう、えセントくん誕生しても5年？そう、5歳になる。最近に感じるわ。そうやんな。え、ミーキーもびっくりしてんけど、うん、で、その時に、奈良県に葛城市っていうところがあるんやけど、はい。そこに、そこのマスコットキャラクターが、レンカちゃんっていう女の子やねんな。うん。で、そのセントくんの職場が奈良県庁やねんけど、うん、訪れて誕生日を祝ったらしいねん、一緒に。おー。そう。なんかちょっと奈良県のこと詳しくなったわ。全然ついていかれへんわ。はい、ちなみにな、うん、私もモカ新聞で、はい、ほとんどよく、五七五書いてるんやけど、うん、ちょっと発表していいですか？私も五七五考えてきたんで、はい、いきます。ググダスで、モカ新聞を発行中。おー、いいやん。はい。もうね、モカ新聞ね、よく書いてるから、モカ新聞を Google プラスで書いてて、五七五も書いてるから、もうすぐに五七五とか頭に浮かんでくんね。へえ、じゃあ今もちょっと即興とかはできる？即興？即興はちょっと今は無理かな。ちょっと焦るわ。あ、もう無理か。心構えができる。はい。ちょっと無茶すぎたな。はい。オッケー。まあでも今の、宇野記者のことは採用します。うん、あ、やった五七五採用です。でもここ重要やね。レンカちゃんは、セント君の恋人候補だって恋人ではないね。あ、候補？そう、候補やで。いつ決まるんやろ。そうやな、ほんまここが重要やねん。じゃあ、うん、このことを採用するんで、はい、じゃあ、どこら辺に書こうかな。おー、やった、嬉しい。はい。下ら辺。下ら辺。ど真ん中で。上ら辺に書いておきます。おー、やった。はい。じゃあ、左端に書いておきますね。はい。五七五。ここに書いておきます。はい。オッケーです。じゃあ、他に何かある人？はい。じゃあ、石田記者。はい、私が提案するのは、新しい企画を考えよう。イエーイ。新しい企画を考えよう。うんうん、新しい企画かな。ドッキリみたいな感じ。おー、ドッキリ？待って、ドッキリは昔に書けません。こんなことがありましたみたいな。書けへん？書けない。どうやってドッキリするの？どうする？そこまで考えてなかった。あ、そっか。うん、ちょっとじゃあ、それは不採用にしましょうかね。なんでじゃあ、芸能ニュース。芸能ニュース？おー、それはいいかもしれないね。うん、そう。どんな感じやろ。だから、裏話とか。あ、うん、メンバーの？そう、とか。うん、メンバーの裏話。いいよ。それめっちゃいいと思う。メンバーの話とか。スクープ、それは。なんかすごい。めっちゃ尊敬してる。どうした？僕は編集長なんで。おー。はい。とか、いろいろ。はい。うん。おー、じゃあなんか、ある？ん？なんかある？そういう裏話とかニュースとか。裏話？あやちゃんのすっぴんが、やばい！お、あ、それいいね。村上彩香ちゃんのすっぴんがやばい。そう。じゃあ、それを、じゃあ、採用します。採用されるんや。はい。ちょっとこれ、村上彩香ちゃん傷つくかな。まあ大丈夫、あやちゃんやから。じゃあ、どこに書いとこうかな。じゃあ、真ん中ら辺に書いとこう。待って、そのニュース、真ん中なん？スクープとして書いときます。ここら辺に。スクープね。はい。ありがとうございます。びっくりするやろな。じゃあ、他になんかある人。はい。お、じゃあ、宇野記者。はい。私が提案するのは、奈良県のニュースを取り上げようです。お、奈良県のニュース。さっきも、まあ、はい、スクープあったけど。そうなんですよ。
皆さんは生駒三条遊園地っていうの知ってますか？全然知らます。嘘、知らんの？電車の、なんか、つり革のポスターとかになってないっけ？あ、全然知らん。奈々ちゃんか。ちょ、待って。ちょ、待って。何言ってんの？何取りで受けてんの？面白かった、今。奈良方面に帰る電車しか多分貼ってないから。あ、知らんよな、多分。全然知らん。まあ、あのね、奈良にそれ唯一ある遊園地なんですけど、山の上にあんねんか。だから、ロープウェイとかで行く。すごい。公園？うん、遊園地。あ、間違えたな。そうそうそう。で、なんか今、冬とかは、ちょっと休業みたいなしててんけど、また再開されるんやんか。おぉ。で、暖かくなってきたら、行きたくなる場所なんですよ、そこが。めっちゃ景色良くって、奈良やねんけど、大阪の街が見えんねん。そう。すげえ。あ、でもな、それはな、ちょっと面白くないから、不採用で。マジで。そこ困る。困る。あんまりなんか、面白くなかったからね。嘘。なんか、知れへん、これを通して奈良のこと。いや、あんま分からへんかった、これは。嘘やん。不採用。はい。じゃあ、他になんかある人。はい。じゃあ、石田記者。はい。私が提案するのは、新しいコーナーを、考えよう。お、新しいコーナー考えよう。今、考えてるね。うん。はい。ね、うん。じゃあ、メンバーの、つぶやき。コーナー。つぶやき？それめっちゃいいかも。わかっちゃった。それがいい。あのさ、言うとテンション上がるよね。あの、メンバーのことは何でもいいねんな。そうそうそう。あ、オッケーオッケー。あ、ださっきのミーキのよくわからへんかったもんだって。嘘やん。それはじゃあ採用で、やった。じゃあ特にどういうこと書くん？え、メンバーのつぶやき？うん。ぶつぶつ。なんやろ。今からじゃあ、石田記者のつぶやきみたいな。うん。あ、そんな感じ。あ、そんな感じ。おー。じゃあそれいいね。じゃあ、ちょっと、どういうこと書いたらいいの？何つぶやく？何つぶやく？ちょっとま、ここに書いとくない？じゃあ、どこに書く？じゃあ、左下に書いときます。やった。おー。ミーキの下。ミーキの下。ミーキの515の下ね。うん。はい。お願いします。お願いします。はい、つぶやき。はい。はい、書きました。はい、じゃあ何書くん？つぶやきって何をつぶやくん？どうしようかなー。じゃあ。え、誰のつぶやき？やっぱ、この3人。うん、この3人じゃなくて、アリリ。アリリのつぶやき。大好きやな。違う、あんな、DD やしな。うん。そう。あー、まあ DD のような言葉をつぶやいてもらうってことね。はい。お、で、いつ、そういうことを書くん？今後取材しまーす。じゃあ頑張ってくださーい。はい。じゃあ、アリリンのつぶやきで OK で。はい、お願いしまーす。はーい。じゃあ他に何かある人？他は、じゃあもう一回ミーキー行きます。じゃあ、うなきちゃん。はい、さっきはちょっと不採用されたんですけど。おう。さっきの、その生駒三条遊園地は、大阪の街が一望できるじゃないですか。おう。で、若草山っていうのは知ってますか？知らん。知らへん。知らんの？嘘やん、ちょっと待ってな。若草山は奈良市が一望できんねん。へぇー。それじゃあ書いてよ。書いてよ。書いてよ。うわ、編集中にそんな上から、上からいいんか？うわ違う、ちょっと待って。なんとか採用されな。ちょっと待って、なんか。ミキちょっと頑張ってんで。仕方ない、仕方ない。じゃあ採用したろう。やった。優しいんで。はい、じゃあ。どういうこと？じゃあこれは、じゃあ、石田記者のスクープの下に書いとこう。うん、はい。目立つかな？あんまり目立たない。じゃあ、あと一つ他に何かでしょ？はいはいはい。お！石田記者。はい。私が提案するのは、はい。マイキャラ。マイキャラ！おー！そう、じゃあ、三人で考えたマイキャラとかを、おー！私が考えてる、あー！今、オリジナルのキャラクターを、採用してほしいな。おー、めっちゃそれいいじゃないか。やったー。それ採用で。やったー。はーい。めっちゃまとまって採用されたな、ユーミン全部。ユーミンのは全部採用できましたね。あ、でもミーキーの無理やりみたいな。そう、何やったっけ？忘れた。ちょっと採用やったかあんま思い出せんからな。はーい。はい。まあね、いろいろいい記事があって、はい。結構完成してきた。はい。全部完成しましたね。はい。はい。すごい。まあ、そろそろ、編集会議も終わるけど、みんなどうやった？なんか、新しい感じで楽しかった。うん、なんか楽しみ。
楽しみ。あ、うん、あ、そうやな。そうやな。完成がそう。楽しみ、ね。楽しみ。よろしくね、じゃあ。オッケー。はい、ところで、編集長は満足していただけましたか？ご満足です。はい。よかったです。この新聞はジャングルリオの番組ブログでアップします。皆さん、ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。以上、特別企画、モカ新聞編集会議でした。では、一曲、お聴きください。NMB48 で、太宰治を読んだか。どっち？こっち？そっち？どっちにするの？始まりました、どっちにするののコーナーです。このコーナーではあるテーマに沿ったシーンが2つ用意されます。はい。そしてこの2つのシーンを今回はモカちゃんとミイキがそれぞれ選んで、その選んだシーンの理由をトークバトルします。はい。そのトークバトルを聞いて私がどっちかをチョイスしちゃおうっていうゲームです。チョイスされなかった方はコーナーの最後で罰ゲームをしてもらいますので、お楽しみに。罰ゲームとかお楽しみじゃないよ。いや、お楽しみ。絶対負けへんねん。私が選ぶ方はお楽しみやねん。ごめんなさい。わかるわかる。うちは楽しみやねん。おお。はい。Okay. 頑張って。はい。それでは始めましょう。今回のテーマは、新しいことを始めましょう。編です。おお、新しいこと。オッケー。はい。じゃあそれではどっちにするの？スタート。新学期も始まり、いろんなところで新しいスタートが始まる季節。そこで私たちも何か新しいことを始めちゃおう。はい、ということで、何かスポーツを始める？それとも何か趣味を始める？さあ、どっちにするの？はい、じゃあ、モカちゃんとミイキはどっち？はい、いや、私絶対スポーツ。早っ。早っ。スポーツがいい。趣味で、じゃあ、ミイキは。おー。じゃあ、別れたということで、はい、トークバトル、開始！はい。やっぱり趣味はちょっとおとなしい感じがする。おー。あー、でもこれからでも。あー、スポーツどんなん？例えば。例えば、水泳とか。あ、水泳？水泳やったら、うんうん、夏は、やっぱり、なんか、泳いで自慢できるし、うん、ほんで、しかも、いろんな泳ぎ方があるもん、水泳やったら。うん、背泳ぎとか、バタフライとか、クロールとか、いろんな泳ぎ方ができて、うん、みんなに自慢もできるし、うん、しかも、夏は暑いから、ちょうどいいねん。うん、でも、なんか、水泳って、なんか、習ってそうって感じがしん。なんか、趣味やったら、結構、なんか、膨らませるやんか、なんか、新しいこととか、チャレンジやから、なんか、新しいこと、の趣味始めるみたいな。いやいやいや、でもやっぱりスポーツの方が特技にできんねん。スポーツがこれ得意やったら特技にできんねん。だけど趣味もできるくない？趣味やったら特技じゃなくて趣味としてなるから、もし趣味を読書にするんやったら、うん、そんなのだって誰でもできるやんとか、趣味は簡単にできるけど特技は得意なことになるから、なるほど、そう、スポーツの方がいいねん。じゃあ趣味をみんな3人で考えへん、一緒に。なんでやねん、やねん。バトルや、今のは。今はバトルやわ。なんやろ。だから、趣味は、趣味やったら、何でもできるやん。うん、これが、今趣味なんです。でも、特技やったら、本当に得意なことしか無理やから、うん、それをスポーツにしたら、特技にもなるから、いいと思う。うん、あ、なんかそっちの方が一石二鳥って感じするよね。うん、そうやで。ちょっと待って。ミイキどうしたん？どうしよう、ほんまに。ミイキ毎回負けるもんな、だって、勝ったことないよな。いや、なんか一回ある気がするな。ない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 。あるっけ？いや、あった。あった、ミイキ勝った。え、じゃあさ、逆に聞くけどさ、ミイキはさ、趣味何にすんの？例えば。趣味？それをみんなで考えるみたいな。どうかなって思って。あ、これバトルになってないね、ユーミン。なんてないね、あなた。バトルなってないで。なんか、一つ、なんか決めてしまったら、なんかそれって感じがするやんか。だからみんなで一緒に膨らますっていう。ちょっと聞いていいか？はい。トークバトル、どっちにするの？わかる？ちょ、待って、ユーミンに言われてるし。そうやね。だからな、やっぱりな、趣味よりもな、特技にするなら、特技とかできるのはスポーツやもん。なんか、ミイキもスポーツがいいな。しかもさ、スポーツやったらさ、趣味にもできるしさ、やっぱりスポーツなら絶対に。いや、やっぱりでも趣味がいいな。なんで？なんでな、その理由を聞かせて。なんか趣味ないし、うち。てん。いや、でも絶対にスポーツの方が、しかも動けるから、運動にもなんねん。ああ、そう。しかも、いろんな、あれ、スポーツとかやったらさ、動けるし、汗びっしょになれるし、絶対に楽しい、スポーツの方が。趣味は？どうしたらいいの？ええー、
なんかまとまらへんかった。どうしよう。趣味は？なんで選んだの？趣味を。なんで選んだの？なんか趣味を作ろうと思って。うん、およくわかんない。うん、よくわかんない。なんかもう負ける気しかしひんねんけど。よし、どうしたら勝つと思う。でもやっぱり、趣味の方が、趣味じゃない方が、やっぱりスポーツの方がいい。なんか、うん、おしゃれとか？おしゃれ。なんか春ファッションみたいな。なんか趣味。先取りみたいな。おしゃれをおしゃれを趣味にさせるってこと？そう。いやー、流行りそうなんとか。スポーツの方がいいと思うね。動けるし、運動にもなるし、足もいっぱいかけるし。いやでも女の子おしゃれやろ、やっぱり。いや、スポーツの方がいいわ。途中雰囲気ちょっと、あれやな。自分を失ってました、ちょっと。もう、なんか勝てる気しかしやへんねんけど。なんか雰囲気負ける気しかしへんくってさ、ちょっと不安になってきてて。ちょっと楽しみやな。はい。じゃあね、そろそろユーミンにチョイスしてもらいましょう。でもやっぱユーミン、おしゃれ好きそうやし。いきます。せーの。ユーミン、どっちにするの？もう、これは決まりでしょ。モカちゃん。イェーイ！ちょっと、一個聞いていい？うん。何言ってんのあなた。いや、もっと考えてんの。妄想っていうか、考えてたんですけど、うん、ちょっとなんか。で、敬語になってんの？おかしくなってきた。うん、なんか、モカちゃんがもう、私スポーツや、みたいな感じで、ちょっと言って、うん、ああ、そっか、って思ってきて、うん、なんか、ちょっと自分を失ってましたね、これは。うん、もう、ビーキは弱いから、もう勝てる自信しかなかったもん。うん、嘘やん。うん。罰ゲーム何？じゃあ、もう負けたミーキには、罰ゲームを行ってもらいましょう。はい。そして、その罰ゲームとは、健康にいいけど、とっても苦いクテ茶を、クテイ茶やな。クテイ茶を飲んでもらいましょう。よっしゃ。はい。クテイ茶は、中国の高級健康茶で、はいはい、体の働きを正常にしたり、抵抗力を、回復させたりするのに役立つそう。体にはいいね。うん。すごい。でもなんか苦そうやな、めっちゃ。うん、さあ、今回はとっても苦いクテ茶を飲んでもらいましょう。クテ茶を飲んでもらいましょう。こんなん初めて見たで。はい、では。いける？頑張れ。一気飲み干してもらいましょう。はい。いくで。3、2、1、どうぞ。早いって。いくで。うん。絶対苦い。でも体にいいやろ。絶対いいやろ。一気飲み、全部飲みや。全部飲みや。飲みや。どう？おー、飲んだ。どうなんか、あ、空っぽや。掃除機の味する。掃除機の味？なんか掃除機の味する。でも健康にいいからさ。めっちゃ苦いね。でも、なんか匂いは麦茶みたいな匂いする。あ、匂わせて。でも、確かに。苦い、めっちゃ苦い。まあ、後で来る。嫌や、なにこれ。なんか、ミーキーって面白いね。なんか、ミーキーのリアクションは。ミーキー罰ゲーム向きったんじゃん。あつよりもやっぱりさ。あかんあかん。すまん、飲んでみ、これ絶対。入ってない、入ってないから。あなた全部飲んだやだって。もうなんかめっちゃ苦いで、これ。まあ、うん。最後まで頑張ってください。悪魔がいるねんけど、ミーキーの方に。もう意味わからんし。ミーキーちょっと黙って。ということで、以上、どっちにするののコーナーでした。では、ここで曲を聴いてください。NMB48 アンダーガールズでバータリゴー。アイドルのすすめ。このコーナーは私たちが最高のアイドルを目指して毎回いろんなことにチャレンジしちゃおうっていうコーナーです。先週はアリリンと一緒に新しいキャッチフレーズを作りました。はいはい、めっちゃ楽しかったな。うん、すごい。まあいいキャッチフレーズもあったけど、やっぱ自分のが一番良かったよね。うん、ね。あれ、じゃあ早速あの先生を呼んじゃいましょう。せーの、すすめ先生。毎度毎度、私がすすめ先生や。ミキ元気やな？はい、元気です。あ、元気でよかった。モカな、それからミーキー、はい、将来の夢、女優さんやったかな。はい。うん。ちゅうことで、今日は演技に挑戦してもらうで。おー、演技？うん。題して、アドリブ、ジャングル劇場の始まり始まりー。イェーイ。ちゅうことで、はい、タイトルにもあるけども、はい、アドリブでね、お芝居をしようかと。すごい、面白そう。いう試みで、はい、大冒険でございますが。はい。まあ、アドリブだけにセリフも台本もないとなると、まあ、あんまりぐだぐだしそうやから。
ちょっとあの先生がね、大まかなストーリーだけ用意しております。はい。みんなもよう知っとる桃太郎やりました。ああ、桃太郎？うん。まあ、月曜火曜はな、ちょっとパロディ版をやりましたが、ちょっと水曜日はオリジナルの、はい、お話に近いやつ。これをね、はい、ベースにしながらみんなのこの脱線を期待しております。はい、ということで、配役を発表します。はい。ユーミン、犬。やったー。犬。ミーキ、キジ。はい。モカ、キビ団子。キビ団子？そうそう。桃太郎や。ああ、びっくりした。それは学校やな。お団子喋らへんやん。これは学校のやつやな。うん、オッケーオッケー。先生が間々でちょっとナレーション入れますけども、みんなにはこのナレーション以外はセリフも何も書いてない紙渡してますんで、はい、その間のやりとりを自由にアドリブでやってもらいます。ナレーションにはちょっと無茶ぶりとかね、次のお話のヒントなんかも入っとるんで、まあ、よう聞いて、このシーンに対応したお話をね、はい、やっててください。はい。うん、はい。面白そう。おほんで、太鼓がドドンとなったら、この次の展開ナレーションに、先生言いますんで。はい。その辺、ちょっと時間配分もみんな考えながら、うまく話を転がしてください。はい。オッケーです。では、参りましょうか。はい。はい。アドリブ、ジャングル劇場、桃から生まれた桃太郎。昔々、おじいさんとおばあさんがおったそうな。ズバッと省略。そしておばあさんが川で見つけた大きな桃から生まれた桃太郎。おじいさんおばあさんに大事に育てられ立派に成長したある日、村で悪さをする鬼ヶ島の鬼のことを聞き、桃太郎は二人にこう言いました。おじいさんおばあさん、鬼を退治しに行きます。そして家を後にした桃太郎、おばあさんが持たせてくれたきび団子を下げ歩いていると、あん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 、桃太郎さん、パイナップルくださいな。パイナップル？そんなの持っていませんよ。じゃあ何を持ってるんですか？秘密。じゃあパイナップルはあげないけどきび団子をあげましょう。うん、嫌なんですか？あ、いります。はい、どうぞ。食べたらダメですよ。食べちゃいました。じゃあその代わりにですね、早口言葉を言ってもらいましょう。え？お題は？お題は壁パン10回です。壁パン、いきます。壁パン、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 壁パン。正解です。仕方ない。じゃあきび団子を食べて怒っていたけど許してあげましょう。ありがとうございます。なんだかんだと言いながら、なんとか犬をお供に再び歩き出した桃太郎。今度はそこへキジが現れました。ピシ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 。どこに行くんですか？それは鬼退治に行きます。私お腹空いたんですけど、みたらし団子ください。みたらし団子は残念ながら持っていません。何か持ってますか？何も持っていません。でも一緒にちょっと行きたいんですけど、連れて行ってもらえませんか？どこにですか？鬼退治に。どうしようかな。ちょっとどうしますか？ワンちゃん、犬もいるんですか？一緒に行くんですか？はい。嫌なの？嫌なんですか？3人で一緒に連れて行ってください。私無理やりで、ね。え？私無理やりに連れて来れたから。いや、あなたが一緒に行きたいって言ったんでしょ？言ってない。いや、でもなんか飛び方がなんかおかしかったから、どうしようかな。お願いします。なんかビシビシって言われたらなんかあんまり役立たなさそうだから。違うんですよ、ちょっと羽に怪我をしてるんです。じゃあ、手当てをしなくてはいけませんね。はい。そこで一緒に連れて行ってください。怪我してるんやったら連れて行きたくないですよ。みたらし団子をくれたら元気が出ます。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、何か武器はあるんですか？はい。何ですか？呪文です。呪文？何の呪文？鬼を眠らせる呪文です。おぉ、それはいいじゃないですか。うんうん、いいですか？でも、みたらし団子は持ってないんだよね。何か元気が欲しいです。じゃあ仕方ない、パイナップルあげよう。待って。さっきパイナップルないって言ってましたよね。言ってた。あ
終わってしまった。なんだかんだと犬とキジを仲間にした桃太郎、いよいよ鬼ヶ島に上陸だ。とはいえちょっとビビりの桃太郎一行は鬼退治の前に作戦会議をすることにしました。やっぱり鬼怖いな。どうやって戦う？私が呪文でとりあえず眠らせるから、その間に叩いてしまえばいいんじゃない？いやー、やっぱり叩くというよりもモカパンチでしょう。いやいやいや、 AAO でしょう。 AAO って何もできないよ。でもなんか眠らせたらなんかあんまり面白くないよね、うん、じゃあ二人にここは任せて頑張りき。いやいやいや、なんかあんまりキジって役立たなさそうだな、うん、あー、じゃあ鬼が起きたらおはようので。何言ってんの、全然意味がわかんないんだけど。じゃあ私はモカパンチで行くんだけど、うん、ワンちゃんも何していくの？私は、あん、あっ、え、それだけ？あ、終わってしまった。どうしたらいいの？なんだかんだと見事鬼をやっつけた桃太郎たち。すごい、すごい。そして鬼が集めた宝物を積み、桃太郎たちは仲良く村へ帰りました。さてさて、その宝物がどうなったかというと、え、誰が言う？誰が言う？どうする？じゃあ。一斉のーでで決めよう。オッケー。何にする？一斉のーで。オッケー。ぐだぐだ。いや、もう仕方ないよ。みんな喋ってないよ。仕方ない。じゃあ私が言いましょう。はい。はい。宝物は、犬に食べられちゃいました。カカカカ。ということになりましたとさ、おしまい。めっちゃぐだぐだやったね。めっちゃぐだぐだ。難しかった、うん、しかも。なんか、いろいろ揉めてる間にも、鬼退治できてたし。お前やな。まあ、モカパンチの鍵や。いやいやいや、違うでしょ。いや、だって犬何もしてないやん。ミキは？何も。キジは？もう、キジの存在自体忘れてない。最低。まあ、皆さん仲良く。うん。なかなか初チャレンジにしては、まあ、とりあえずね、お話が進みましたんで、前に。よかったんちゃうかなと、思いますけども。はい、やっぱり難しい。難しい。まあ、ほんまにこれガチでな。はい。打ち合わせしてへんからな。してないです。してないです。うん。ほな、またこういうやつやりますんで。はい。みんなちょっとこういう練習もね。はい。しといてください。はい。ということで、今日はここまで。ありがとうございました。ではここで曲を聴いてください。NMB48 赤組で存在してないもの。ジャングル575。ジャングル575のコーナーでは、リスナーの皆様からいただいた私たちやジャングルメイトをテーマにした川柳を紹介していきます。最終的に紹介した作品の中から一番良かったベスト川柳を私たちが選びます。そしてその川柳を送ってくれたリスナーの方に、その方だけへのメッセージを番組の最後でプレゼントしちゃいますので、はい、お楽しみに。はい、はい。まあね、575、面白いのもいっぱいあるんですけど、はい。575考えた今。え？早っ。お、今思って今考えてん。え、何やねん。いきまーす。桃太郎を、犬も生地にモカパンチ。お、さっきの？アイドルのすすめ。そう、アイドルのすすめの桃太郎先生。すごい。即興、575。もうな、犬も生地もな、ほんまにな、おバカちゃんやったから、それにモカパンチや、ほんまに。いやいや、桃太郎もね。モカパンチ返しみたいなしよう。あはーい。なんかシーンってなるよな、ミキ喋ったら。それでは、最初の作品をご紹介しましょう。京都府のラジオネーム、みかんさんからいただきました。ありがとうございます。ミキをテーマにした作品です。はい、では、一句。うのナース。病も吹き飛ぶ、癒し系。はい。メッセージもついてるんですけど、天国野郎のナース姿のミーキー、はい、あんなナースさんなら治っても退院したくなくなりそう。笑いです。はい。はい。この間の、アイドルの夜明け公演で、天国野郎っていうバックダンサーで出てるんですけど、うんうん、そこでいつもサラリーマンの衣装着てるんですね。うんうん、で、ナース衣装に挑戦してみました。おー。はい、見せないミキのほんまに、うん、そう、初めて来てんけど、うん、なんか結構みんなに似合ってるとか言ってもらえてんけど、あ、好評やったんや。そう、へぇ、めっちゃ恥ずかしかった。はい、じゃあ次はミキ、はい、どうぞ。はい。それでは次の作品です。
ラジオネーム山口さんからいただきましたユーミンをテーマにした作品です。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは一句、ユーミンの MC 仕切り見てみたい。おお、はい、メッセージも届いてます。はい、ユーミンが MC の仕切りをしてみたいと言っていたので575にしてみました。多分うまくできないと思うけど、かっこ笑い、はい、でも見てみたいです。二人ともこれからも頑張ってください。はーい、ということです。ありがとうございます。私ね、公演で MC の仕切りしたことあるけど、うん、なんかこういうラジオの MC とかの仕切りよりも、うん、公演の MC の仕切りの方が、うん、めっちゃ難しい。難しいの？そう、なんかいっぱいさ、メンバー当てていかなあかんから、その一つ一つの話をどう締めたらいいかもわからなくなるし、そう、めっちゃ難しいねん。ユーミンどうかな？できる？できる。一回見てみたい。でも確かにユーミンの、うん、やりたい。なんか噛みまくってそう。はい。でもほんまに緊張すんで、はい、虫の仕切り。そうなんや。うん。一回味わってみたい。またじゃあユーミンも挑戦してみよう。ミキもやりたいかも。オッケー。うん、じゃあそれでは次の作品です。はい。池田市のラジオネーム、今日の占いブクブクさんからいただきました。ありがとうございます。モカちゃんもテーマにした作品です。では一句。ブログ版モカ新聞だ、楽しいな。おー、はい、メッセージもついています。はい、ググダス以外にブログ版まで、うん、モカ新聞、モカ編集長、うん、無理せず頑張ってくださいね。おー、ありがとうございます。はい、Google プラスとか見れない方もいはると思うんで、はい、ブログとかに よくなんかブログとかにもモカ新聞のこと書いたりしてるけど、うん、モカ新聞自体を載せたあんまり載せることがないから、うん、載せた方がいいかなと思って、うん、分からへん方とかもいはるから、うん、載せたら結構皆さんがおーいいねーとか言ってくれはるんですよ。なのでね、楽しみやな。結構そう、楽しい。めっちゃモカ新聞書くのも楽しいし、へー、その皆さんのコメントもなんか待ってるのも楽しい。あー、わかる。感想みたいなの、うん、そう一番嬉しい。それそう、ありがとうございます。それでは次の作品です。京都府のラジオネーム、ルーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ミーキをテーマにした作品です。はい、では、一句。ミーキをね、見てると勇気が湧いてくる。ありがとうございます、はい。メッセージもついてるんですけど、いつも頑張り生きしているミーキさんの姿を見て、元気と勇気をもらっています。ありがとうございます。公演に出演したとき、本当に嬉しそうにしているみゆきさんが大好きです。とのことです。ありがとうございます。嬉しいです。そうですね。まあ、みゆきを見てると勇気が湧いてくるってね、はい、めっちゃ言うんだよね。嬉しい、うんうん。はい。これからも頑張ります。お、頑張りーきやな。はい、頑張りーき。はい、それでは次の作品です。ラジオネーム、長田の長老さんからいただきました。ありがとうございます。ユーミン。はい、ユーミンをテーマにした作品です。では、一句。モテキ来た、後輩たちに慕われて。おお、はい、メッセージが届いてます。最近4期生に大人気のユーミン、モテキですな、かっこ笑い。はい、モテキなん。そうやで、めっちゃいいや。なんか言ってなかった？え、めっちゃみんなもうユーミンさん、ユーミンさんみたいな。そう、めっちゃ言ってくれ。取り合いやんな。大人気やんな。中野玲奈ちゃんと、うん、4期生のね。うん。てるいほのかちゃん、うん、が、てるいほのかちゃんが、私が、どっか他の校に行くと、めっちゃ怒んねん。うん、やばー。だから顔を近づいただけで、もうやめてやとか、引き離すねん。モテモテやん。もう指モテモテやん。もうね、ははは。なに今の。やれてる。モテモテモテ。うん、いいな、うん。まあね、そんなんね、言っててもね、私とかミーキューとかにもな、やっぱりね、いつかね、後輩からね、モテる気が来るんだよ。うん、モテる気。うん。それはどうかな？来るしな、絶対。来る。ミーキューお客さんって言われてるし。あ、そう。もう4期生からモテ気やもん。あ、そう。はい、それでは、次、最後の作品です。はい。はい。和歌山県のラジオネーム、ライシアンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。モカちゃんをテーマにした作品です。では、一句。
0番は特別な場所、片思い。おお。はい、メッセージもついています。はい。片思いの対角線のセンターで踊るモカちゃんが見れて幸せでした。センターは責任感やプレッシャーをすごく感じると思いますが、はい、やっぱり楽しい憧れの特別な場所ですよね。これからもモカちゃんをはじめ研究生みんなの0番への憧れが片思いじゃなくて両思いになることを祈っています。はい、おーすごーい。おーうまいね。うまいですね。はい、まあ確かに片思いの大学生の、まあ、センターやらせていただいた時は、うん、緊張したけど、うん、でもそのセンター立てて、めっちゃ楽しかったし、うん、なんか嬉しいかな、なんか、初め歌った時に、モカちゃんって言ってくれるのが、コールがめっちゃ嬉しいよな、うん、やっぱり。嬉、うんうん、しい、はい。まあね、まあ、研究生全員が、うん、センターとかに立てるように頑張りましょう。はい。はいはい、では、そろそろ今日一番良かったベスト川柳を選びましょう。はい。はいはい、はい、私、思ったのが、うん、0番は特別な場所、片思い。うん、おーが一番いいなって。おー、いいね。よかったよな、今さっき言ったやつやんな。うん。はい。じゃあ、それで。はい。ということで、今日のベスト川柳は、私をテーマにした、和歌山県のラジオネーム、ライシャンさんの作品で、0番は特別な場所、片思いとなりました。おめでとうございます。ライシャンさんには番組の最後に私からメッセージをプレゼントさせてもらいますので、お楽しみに。以上、ジャングル575のコーナーでした。さあ、プレゼントのあなただけのメッセージ、早速行ってみましょう。今日のベスト川柳に選ばれた和歌山県のラジオネーム、ライシアンさん、準備はいいですか？では行きますよ。3、2、1、どうぞ。私、専属の家庭教師になって、勉強いっぱい教えてください。モカパンチ！かわいいね、モカちゃん。かわいい。今日結構モカパンチ使ったで。うまいな。めっちゃいい宣伝だったんじゃん。お前モカパンチ宣伝だった。よかった。はい。さあ、NNB48 ユーミンとモカのジャングルレディオ、皆さんどうでしたか？楽しんでもらえましたか？イエーイ。イエーイ。まあね、はい、ちょっと苦いお茶がすごい。そう。それな。あれさ、もう、ちょっと苦すぎるような、ちょっとだけ飲んでみてんけど、ヤングの私も試しに、うんうん。苦いし、もうユーミンが、ユーミンの反応がすごい、リアクションめっちゃ良かったわ。それにつられてミーキーももっと苦くなってくるし、なんか、もうどないしたらいいんやみたいな。もうほんまに苦かった。でも体にいいから、うん、そう、うん、まあ、それよかったね。はい、うん。さて、この番組では水曜パーソナリティの私たちへの質問やメッセージを受け付けます。またジャングル575のコーナーでは NMB48 メンバーをテーマにした川柳を募集しています。近々登場予定のメンバーは番組のブログでアップしていますので、そちらもチェックしてください。そしてベスト川柳に選ばれた方にはあなただけのメッセージとして、はいはい、日常での様々な一言をプレゼントしちゃいますので、川柳と一緒にご希望のメッセージも忘れずに送って帰ってくださいね。はい、はい、また遊びに来ますので、私ミーキをテーマにした作品も送ってくださいね。はい、メールアドレスはすべて小文字で jro-wed@esfm.jp です。そしておはがきの宛先は郵便番号 542-0075 大阪市中央区南波千日前 12-7 ESFM-NMB48 ユーミンともかのジャングルレディオの係まで。そしてファックス番号は大阪 06-6646-0781 です。また番組ホームページからもメッセージが送れますので、皆さんどんどん送ってくださいね。お待ちしてます。ということで、そろそろお別れの時間が迫ってきました。終わっちゃいますね。はい。明日のジャングルレディオは騒音プロジェクトが登場しますので、お楽しみに。ミーキもまた遊びに来てね。はい、来ます。はい、それでは水曜パーソナリティは私、モカこと林モモカとユーミンこと石田ゆみ、そしてジャングルメイトはミーキこと宇野瑞希でした。それではまた来週。さっきの宝箱美味しかったわ。宝
から僕なんか食べられへんわ。しかも一人で食べやがって。まあまあまあ、ところで、うん、お宝は何食べたん？ほんまや、パイナップル。結局パイナップルか。